皆さん、こんにちは。サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日は、こちらですね。何だと思います？またガサガサしちゃう。こちらは、スマホの後ろにこうペタッとつけて使う、ここに装飾をしていくものですね。スマホクリップというものですね。こうやってでここにこう手を入れられるとか、伸びなかったっけ、このくらい伸びるので、ここに手を入れてこうスマホが持ちやすい状態、これがスマホだはい、スマホだとしたらこんな感じにくっつけて、支えることができるスマホクリップというものです。ここに強力の粘着テープがついているものになります。こちらはメルカリで購入しました。はい、ではこちらに装飾をしていくので、こちらですね、この縁がギザギザしたモールドを使っていこうと思います。ご覧ください。それではスタートー。ちょっと指気持ち悪かった。ごめんなさい。調子に乗った。よいしょ。はい、こんな感じのモールドです。若干みんな形が違うのかな。ちょっと丸いものを作りたいので、あんまりギザギザしてない方がいいのかな。こんな感じ。こんな感じでつくようになりますね。でもギザギザしてても可愛いか。回るよりも、ちょっとじゃあギザギザしたところを使っていきます。こことここは同じっぽいですね、形が。はい、では作っていきます。ここを使っていこうと思います。で、何色にしようか、未だに迷っております。はい、どうしようかな。何色を使っていこうかな。こちらね、宝石の雫からちょっと選んでいこうかなって思います。もう、今日もすごく暑くて、夏なのでね。もう夏、初夏。もう真夏ですよ。こちら、埼玉県。はい、なのでどうしようかな。ちょっとブルー系かな。またブルーとシアンと紫もちょっと入れるとね。でこんな感じかな。のブルーとシアンとパープルとホワイト、こちらを使っていきます、はい、で使用するレジン液は明鏡止水です。結構レジン液使いそうだな。朝食カップに移すかもしれないですね。よいしょ、色作っていきます。スマホのこういうクリップがお店で買うと結構2,000〜3,000円するので、自分で作ってしまおうって思いました。うわ、なんかいっぱい出てくる。なんだろう、保管はちゃんとこう立てて保管してるんですけどね、なんかすごいいっぱい出てくる。こちらもちょっとレジン液と離したところに置いて、それぞれ混ぜていこうと思います。うわ、なんでこんないっぱい出ちゃうんだ。ホワイトは、最後に調節するときに使うので、まずメインのカラー作っちゃう。では、ちょっとずつね。ちょっとずつ混ぜて。やっぱり色を調色するときに失敗しないコツは、ちょっとずつ混ぜるといいと思うんですよね。私もよくこう
このシアンってすごい水色でなんか薄いんですけど、あの顔料としてはすごく多いので、ちょっとで色が濃くなってしまうんですね。なのでちょっとずつ好きなブルーに、あ、紫入れると、紫とか赤を入れると少しこう落ち着いたブルーに、ロイヤルブルーみたいな感じ。ちょっとロイヤルブルーだと濃すぎると思ったので、ちょっとこの3色混ぜて今作ってます。このくらい薄くていいかな。こんな感じですごく薄く作りたかったので、こんな感じでいいかな。ちょっと紫で、ロイヤルブルーになりましたね。わかります。で、でも白くしてっちゃうので、もうちょっと青く出そうかな。そこやってるうちにどんどん濃くなっちゃうんですよね。あ、いい色になりました。よし、そしたら余分なこちらの3つは、じゃあね、こちらの綿棒で取っていっちゃいます。この着色剤もったいないですよね。でもあんまり濃く、難しくないですよ、このボトルからちょっと出すのって。こうすればいいのか、買ったらこの先っちょでこう取っていけばいいってことか。こうやってちょんって、そのように作っていこうかな。次回から。じゃあちょっとこの子たち開けてもらって、エンボスヒーターで熱を取ってきます。熱じゃないよ。何言ってんの。エンボスヒーターで気泡を取っていきます。綺麗な水色になりました。そうしましたら白混ぜていきますね。ここは直接混ぜちゃいます。結構ミルキー感を出していきたいので、はい、おお、綺麗な色。もうちょっと薄くても良かったかな。あ、でも綺麗。こんな感じで、はい、できました。と、夏なのでキラキラしたのを入れたいですね。こちらのオーロラのラメを少し入れてきます。あ、どうしようかな。クリアに混ぜます。今ここでは混ぜません。よし、じゃあそうしましたらこちらですね、はい、使っていきます。じゃあ早速流していっちゃおうかな。このカラーを挟みたいので、一回じゃあレジン液で一層作ります。クリアの結構レジン液持ってかれそう。あ、持ってかれますね。はい、よし、こんな感じでモールドの半分以上は入れました。気泡は取っていきます。でこうなみなみしてるところに気泡が入る場合があるので、それも見てます。大丈夫そうかな。よし、じゃあ硬化していきます。はい、一旦硬化していきますね。
な感じかな。はい、ではこんな感じで硬化しました。ちょっと反ってるので、まあでもこのままやっていきます。ではこの上にカラーをのせます。しないとこういうところからレジン液が流れてってしまうので、あんまりレジンを盛らない方がいいと思います。これでもちょっとレジンが多い感じなので、薄くでよかったですね。下に流れてしまうと研磨するのが大変になってしまうので、漏れないようにいつもしてるつもりなんですけどね。こんな感じでラメが下に沈んだかな。沈んだら硬化させます。はい、では硬化させていきます。貼っていきます。こちらですね、タカラネイルさんのツインクルステッカーですね。どれを使うかな。ツインクルステッカー、ツインクル、あ、ちょうどツインクルみたいな感じ。これがいいか。なんて書いてあるんだ。大きいのでも入りそう。じゃあ一番大きいの使いますね。なんだろう、これなんて書いてあるんだろう。わ、すごい薄いフィルムですね。わ、わ、めちゃめちゃ薄い、ペラペラ。どうしようかな。あ、ねえ、くっついちゃった。もうこうがいいそうです。ついついちゃった。ちょっとこっち寄ったかな。でも可愛いか。パー
ルとか中に入れても可愛いかもですね。でもこのステッカー自体がすごい、なんていうのかな、豪華なので、豪華、そう、ステッカーが豪華なんですよね。なのでこのまんまでいいと思います。何もしないでこのままコーティングしていきます。だここも盛りすぎないように気をつけます。高粘度のレジン液ってぷっくりは漏れるんですけど、こう流れてしまう確率は高いですよね。ぷっくりたくさん漏れる分。なのでこういうサラサラした低粘度のレジン液の方が私はコーティングしやすいかなって最近気づきました。まあでも人それぞれだとは思うんですね。高粘度で慣れてる方は本当それはそれでいいと思いますし、私はこうやっぱりこう低粘度で薄くコーティングする方が好きなので、低粘度で最後こう仕上げコーティングすることが多いですね。なんだろう、フリーハンドとかでぷっくりさせるのはやっぱり高粘度のレジン液がいいと思うんですけど、なんかこううっすらとコーティング、うっすらというかまあ一層一層コーティングさせるんだったらやっぱり低粘度の方がいいのかなって思います。あとはこういうノンワイプトップコート、これはセリアさんのジェルネイルのトップコートなんですけど、これだとこう表面がこうガタガタになってしまうんですよね。仕上がりがうまくならないとこうなだらかになってくれないというか、そこが難点ですね。ボトル汚いな、掃除しなくちゃ。はい、なのでこういうもので、まあ、小さいパーツとかだったらいいと思うんですよね。例えばこういうパーツとか、ちょっと割れちゃってるんですけど、こういうパーツをコーティングするのはいいと思うんですけれども、あとそんなにこの液が入ってないので、こういうのに使ってしまう、多分ボトル1本使っちゃうんじゃないかなっていうくらい、ツルンってさせるには多分ボトル1本使っちゃうんじゃないかなって思うので、コーティングしていった方がいいのかなって思います。はい、以上、こんな感じです。かわいい、なんか緑とかピンクとかでも作りたい。では硬化していきます。こんな感じでできました。そしたらちょっとここ穴が開いちゃったので、ここを埋めていきます。どうしようかな、ちょっと似たようなジェルネイルで柄作っちゃいますね。また着色剤で調色すると大変なので、この辺かな、これかな、ちょっとまだ開けてないんですけど、どうしよう、違う色だったら、ちょっとこれはダイソーさんのカラージェルです。開けてみますね。同じ色じゃなかったら、キャンドゥさんのジェルネイルが一番なんか開けやすい。セリアとダイソーさん、あーちょっと違うか、ちょっと違いましたか。これでちょっと調色しますね。これでちょっと青を足せばいいかな。こちらはキャンドゥさんね、キャンドゥさんのアクアブルー、
同じような色。おおおお。同じような色。ほら、一緒だ。じゃあこっちだ。少し足して。しましたら綺麗なパーツができました。これキーホルダーにしても可愛いですねはい、じゃあ裏側にして、ちょっとついちゃってる。ほらこれですね、このスマホクリップを取り付けていきます。こちらもレジンで取り付けます。薄くですね、薄く広げていきます。これ、側面をゴールドにしてもいいと思うんですよね、シルバーとか。でも今回はちょっとクリア感を出したいので残したいクリア感を残していきたいので、これはこのまま、パーツはこのままにします。でここでエンボスヒーターをこうかけてしまうと液がすごく緩くなってしまうので、このまんまここに、はい、このスマホのクリップをつけていきます。ちょっと待ってください。スマホクリップって韓国から来ましたよね。なんか韓国の方ってすごいセンス良くないですか。で、こんな感じかな。よし、じゃあ交換してきます。ここもともとザラザラしてるので、削らなくて大丈夫なようにできてます。このザラザラしてます。あと黒もありました。なので、ね、男性にも好まれるんじゃないでしょうかね、デザインによっては。でも手帳型を使われてる方も多いですよね。パタンって。私は手帳型にしてるとスマホが壊れることがあるので、スマホはこう手帳型にはしてないですね。クリアの100円で、セリアさんのすごく柔らかいソフトシリコンでできてるこのスマホケースをいつも使ってます。もうすぐ汚くなったら買い替えられるので110円なので、はい。
汚くなったら買い替えてます。こんな感じでつきました。かわいい。でもここはレジ液で折った方がいいと思うので、さらにですねコーティングしていきたいと思います。こうつけられれば良くないですか、どう思います皆さんどう思いますか。よいしょ、こんな感じで。折れちゃったら困るんでね。くっついてればいいと思うんですよ。パーツとこの子このスマホクリップがくっついてればいいと思うので、しなくても大丈夫だと思います。よし、じゃあ終えたので硬化してきます。はい、はい、できました。じゃじゃーん、完成。簡単にできた。ちょっと取り付ける今スマホがないので。サムネを撮るときにちょっと用意しようかなって思います。スマホがないですまあこれが仮にスマホだとしたらこうつけます。でこうやって持ってますね、貼り付けて。これは可愛いよかった、可愛くできました。はい、皆さんもよかったら、じゃあどこで買ったかな、こちらのモールド型で作ってみてください。見てはいかがでしょうか。はい、とても可愛く、シール貼るだけでとても可愛くできるので、はい、とても可愛く仕上がったと思います。はい、ちょっと空気入っちゃいましたけど、薄い、すごく薄いステッカーなので、ちゃんとこう空気が入らないように貼れば目立たないと思います。今回こう勝手にペロンって貼り付いてしまったのでちょっと空気が入ってるんですけれども、中に、でもそれはそれで可愛いかもはい、こんな感じで簡単に作ってみました。こちらの型があれば簡単に好きな色で作れるので、あとこちらですね、タカラネイルさんのステッカーがあると、はい、作れるので、よかったら作ってみてください。はい、スマホがなくて本当すみません、今作ってこうつける感じが伝えできなくて、カメラ今ここにいるんでね、私の携帯今これここに、ここの子この子この子ここにいるんでね、つけてあげられないので、ではそうですね、こんな感じでできました。カードを引いていきましょうかはい、せっかくなのでね、喋ってる時はじゃあカード引くようにしようかな。よし、じゃあ本日のラッキーカラー見ていきましょう。はい、こちらですね。ではでは、こちらでラッキーカードを見ていきましょう。はい、こちらですね。
わあ、レインボーだって。もうこの裏だけでも綺麗ですね。はい、ではシャープしていきます。あ、待って、カードさんにお願いしてなかった。カードさん、カードさん、今日のラッキーカラーを教えてください。ではシャープしていきます。チョコレート。ラッキーカラーはチョコレートです。体と精神に滋養を与える。滋養競争とかの滋養ですかね。はい。エナジードリンクとか飲まれますかね、皆さん。私はあまりカフェインが入っているので、そういったものは飲まないんですけれども。はい、滋養競争だから、高麗人参とか、何ですかね、ニンニクとか。スタミナがつくものを、食事に取り入れてみるのも良いかもと思います。あと、本当にチョコレートを2、3粒、3時のやつとかにつまんでみるのも良いかと思います。で、ラッキーナンバーは13、もしくは1と3ですね。はい。それでは最後まで見てくださり、ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。